パールボールは X リーグ春季の公式戦である。もともとは1976年に高楽園球場で関東大学リーグの競合チームと関東の社会人チームによる親善試合として開始し、1985年の第10回大会から関東の社会人チームによる春のトーナメントとして開催された。 途中の1989年から2006年までは春季全日本実業団選手権大会として開催2008年の第32回から元の関東のチーム同士による東日本社会人選手権大会となった決勝戦は1987年まで後楽園球場1988年以後は東京ドームで行われている ただし1996年に限り、横浜スタジアムで行われている。9月から始まる周期の正規リーグ戦、X リーグに向けた新チームの調整の一環として行われている。なおアメリカンフットボールワールドカップが行われる年は、パールボールは休止となる。パールボールの名は、パールが例年決勝戦が行われる6月の誕生席であることから付けられたとされる。 ありがとうございます。